はい、無駄になるぞ、ズルです。金の音が鳴った。でかしたぞ、坊主。これでみんな助かる。さあ、行こうぜ。この地獄ともおさらばだ。おい、突っ込んでくるぞ。みんな離れろ。坊主、そこから離れるんだ。危ねえ、坊主。ステラー。めっちゃ伸びめがけてない。病院なら治療とまではいかなくても進行を遅らせる薬があるかもしれない。彼女を助けてから坊主一人で何とかするしかないんだ。彼女を助けたかったら坊主一人で何とかするしかないんだ。は確かここの先、外出られるよな。あ、出られるようになってる。オッケーオッケー、市街地出ました。で、こっから先、病院を目指していかなきゃならないんだよね、確か。患者の扉で塞がれてると。ちょっと待って、多すぎない？ざっと見てこれ10人以上いるぞ。おい、急なホラー展開やめてくれ、もう。ここか？おい？おい、緑出てくんのかよ、ここ。あれは、確かあんた。やはりこの街にアンブレラは。もう、いやー、何、痛い、やめて。ちょ、もう、やめようぜ。あー、よかった、ハーブある。ちょうど切らしてたところなのよ、ハーブも。なくて困ってたところなの。よしよしよし、セーブ場もあるし、弾もある。へぇ、つかの間の癒しや。セーブも全部使った。ってことで、ここは病院なのか？病院っぽくはあんまりないけど、とりあえず先進んで見ていきましょうか。また探索から始めていきましょうか。医師の死体だ。あ、ここは病院っぽいっすね。首に紐付きのカードがぶら下がってる。OK。ID カード B。さらにズボンのポケットに何か入ってる。おい。院長の手記？読むしかないっしょ、そんなの。ここに何かヒントになるようなものが得られれば。なんかワクチンの話とか出たらいいんだけど。キツネダヌキ院長の手記。めちゃくちゃ嘘つきそうなやつの手記だな。皮膚の壊死や鬱血を初期症状に持ち、意識混濁を定期的に起こし、ついには人間としての理性を失う。そうなると回復は絶望的で安楽死すら通用しない。当たり前だ、その患者は医学的にはとうに死んでいるはずなのだ。恐ろしい病だ。患者は理性を失うと重度の薬物中毒のように暴れ、飢えた虎のように生肉を欲し通す。先ほどもまた発病者が運ばれてきた。まだ症状は軽いようだが、私は幾日も睡眠をとっていない。感じが恐ろしい怪物になるのをこれ以上見過ごすわけにはいかないからだ。私は傍観者ではない、人を治す医者なのだ。もし私が倒れても残したカルテはきっと役に立つ。この病気の核心が私のカルテから見つからずだ。職員や医師の大半は発病した患者との戦いで失い、この病院維持することはすでに不可能だ。もう遅い、痒みと上が私を襲っている。感染しちゃったんだ。力が足りなかった。見たことなきウイルスが原因あると分かってから体臭が、あと、手になってしまった。そろそろ辛い。私の、意識も、もたな、る。おい、これ、かゆい馬と一緒じゃねえか、これ。かゆい肉、腹へ。出てきたわ。結局、かゆい馬エンドかよ。壊れた着っぱなしの金庫。何もなさそうだね。オッケー。これ、院長だったのかな、それ。エレベーター起動室、ここエレベーターね。カードのスロットに、あ、ここに B 差し込んだ。これでエレベーター動くようになるんだ。なんでそんな出るの。いらねえよその展開。待て、いや、ここは一旦キャンセルして、いや、ちょっと待って、いや、キャンセルできねえな。1回4回迎えます。あ、もっと先の行ってないエリアも調べたかったんだけど、まあ、戻れるだろうと踏んでいきましょうか。やばこ。ちょっと、ハンターが死んでるってことは、ハンター、友殺しやってる、これ、ひょっとして。殺し合ってんのかな。ちょい、邪魔だって。血ばろってだよ。よし。ここはうまく回避して、ショットガン弾。男の死体、なんか持ってない？ワクチンベース？これ結構重要なんじゃないの？これでセナさん救えたりすんじゃないの？ワクチンベース。何これ？ワクチンを作る際の素材？ここでワクチンもしかしたら作れるかもしれないってことじゃん。そういうことだよな。これは重要なものなんじゃないの？ちょっと待って、お前ら、ちょっと一旦どけろ。オッケー、入れる。うわー、ここも。すごいね、ここ。ハーバーのにゾンビも配置されてる。回復させた後に殺そうって魂胆なのかな。やめようぜ、そういうの。ここなんもなさそうだよな。見た感じハーブだけっぽいな。行きます。すぐ出ます。そしてここ
もう入れるね、オッケー。プラブも手に入れて、ここは何もなさそう。お、入力式金庫かー。なんもヒントないもんね。今開けられないよね、きっと。オッケー。とりあえず見てきました。ここは、そんぐらいかな。ここ入ったよね。入ったね。そしたら別の階行きましょうか。地下1階行ってないもんね。地下1階行きましょう。またここもゾンビの倉庫となってますよ。ねじろになってます。おお、セーブ場ある。セーブ場じゃない、パソコンだわ。メモ。この部屋の金庫は壊れてしまったので、唯一金庫が開いている4階の401号室の金庫を使うことになった。うん、まあ共同金庫で言ってもブロックごとにパスは変更可能だから問題はないが、途中のページ8421、オッケー、記憶しました。8421ね、覚えておきます。コルトパイソン弾だけのいいと思っていく。よし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 。コルトパイソンまだ一発も使ってないから弾数回復する必要なかったんだけど、まあありがたい。ここなんかない？精密機械操作説明書。これよく気づいたな、今の。今のめっちゃ気づくつらいでしょ、きっと。これ何？新型ワクチン合成機の操作。これ結構重要じゃない？セナさん救うのに。よしよし。着々といい感じに。壊れた、開きっぱなし。なるほどね。ここはないと。ここは？ほん？ここも緑のやつはいるけど。これなんだ？拾えるってわけじゃなさそうだね。あ、ここがワクチン製造所か？ひょっとして。僕ね？絶対そうじゃない。緑そこ通過してくんのかい。ちょっと待って、もうちょっと調べときたいんだけど。なんもなさそうだよな、でも。なんもない。と踏んで一体な、なんだこいつマジで。ここも調べられない。ちょっと邪魔しないの。もうなんなのこいつら。じゃあちょっと地下、普通の1階だっけ？ 1 階にも、行ってない箇所あるので、そこ行きましょうか。ゾンビいっぱいいるからな、気をつけていかないと。オッケー、華麗に行くぜ。ま、ここでワクチン作って、セナさん救えるかどうかはまた別の話だもんな。鉄板でドア落ち着けられてる。中からは咀嚼音。あ、待って、先に金庫開けてきていい？これで開く。よーし、中から小さな箱と日記。オッケーオッケー。坂口医師の日記だ。医師として厚生省から免許をもらって2年、こんなことになるなんて思いもしなかった。大学を首席で出て、教授にも取り入って出世と栄光を手に入れるはずだったのに、出世街道まっしぐらだったわけだ。この状況下で僕が後の世に残せるものといったら、謎の奇病の正体をつかむことしかない。お前すごいことやろうとしてんな。院長の狐だときはまだ分かっていないようだが、僕は見当がついているつもりだ。先を越してやる。ついに正体をつかむことに成功した。やっぱり最近なんかじゃない。原因はウイルスだ。この小さいフン野郎が街上狂わせていたんだ。僕が見つけたんだ。これを、この手柄を横取りしようって感じか。このことはまだみんなには知らせない。知らせろよ。対処方法にまで見つけてから堂々と発表だ。そうすればきっと僕はこの街の奇病を救った英雄として有名になれるに違いない。体中がかい。こいつも感染しましたね。悔しいが感染し、噛まれたのが原因。空気感染ではなく、体液感染、感染性治療薬分かったが、もう手遅れ。もっと早く伝えていれば助かる。治療薬の方法だけ書いといて。このウイルス、すでに抗体は分かって、保管庫を秘密に入れて、あ、誰か探して助けて。お前は助からんだ。まあ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 。最後マザコンだってことが発覚しましたね。 T ウイルス抗体と坂口一の日誌。 OK、 この抗体が重要な何かになるってことですね。抗体、これでセナさん救ってやるぜ。さあ行こう。ちょいちょいちょい、これやってもいい？くわ、あ、待って、あー、やべー。おーい、まだ薬が見つかっていない。あ、そうなっちゃう。ちょっと待って、なんかあったか。うわー、こやつだけやっとくか。あー、待って、避ける。こいつ避けてくれ。待って待って、パイソンに切り替え。うつ、オッケー。危ねえ、危ねえが倒したでいい。あ、ここ光ってる。これで作んのか。
明によるとこの機械はワクチン合成を行うものらしい。説明書によると抗体ワクチンベース培養液の3種類を入れれば即座に、あ、作れる？え？あるじゃないの？ない？抗体ワクチンベース培養液がないのか？ひょっとして。うん、抗体とワクチンベース、あ、培養液ねえわ。え、どこで入手するんだろう。ワクチン合成の際は不純物が混入していない培養層より培養液を取り出して合成を行ってください。培養層、あ、こういうこと。近くにある容器を利用して培養液を少し取り出した。そういうこと。なんか俺ゾンビ皆殺しにして手に入れんのかなと思ってたわ。そういうことね。これで OK なんじゃない？培養液、よしよしよし、蓋閉めたって。合成中、しばらくお待ちください。やっとできましたよ。無駄に弾消費しちゃったな、でも。しかしできました。これでセナさんを救うことができます、皆さん。結構時間かかるな。まあ、ワクチンのためならいくらでも待ちますよ。まあ、輪が広いんですから。行ってきた？合成中。しばらくお待ちください。早くしてくれ、セナさんが。ほんまやで。セナさんどうなるかともわからずに。あー、できました。ふぅふぅふぅ。ん？アーティフィルスワクチン、オッケー。ついでに近くの注射器も何本か借りていくことにした。大丈夫、消毒刺さってる、ちゃんと。うわ、またこいつかやん。お前無視するで。お前大幅に無視してくからな。入れ入れ。オッケー、ここのゾンビはやってますから。てか、ここの病院のゾンビ全部やってますから。多分普通に逃げることができると思ったのに新しいの増えてる。新しいのいらないんだって。オッケー、一回向かいましょう。このままあとセナさんのところに元へ帰るだけだから、もう余裕のよっちゃんですよ。ここまで来ればあとちょっと、一応セーブだけしとく。どうした？ん？なんだ？カチカチと変な音を立てている装置がある。さっきはなかったのに。ほんとだ。ちょっと待って、何これ。ん？なんだカチカチって。これショットガンの弾じゃないか。まあいいか、行きましょうか。ここ行ける？行けないよね、別に。なんだ、カチカチ音してんな。ちょっと。ってそれ！うわ、ばばばばば。やべやべ、セーブしとけよかった。直前でセーブしとけよかった。しかし戻ることできたから。オッケー。おやおや、危ない危ない。ここも華麗に避けていくよ。もうまっすぐセナさんの頭にたどり着くからね、セナさん。待っててね。あー、危ねえ。そんねん、意味わからん。もうあいつ倒したはずやろ。もう何何何で来んの、いかれてんのかこのゲーム。よし、とりあえず戻ってきましたよ。セーブしときましょう。よし、危ない危ない。おい、ワクチン取ってきたで。ボス間に合ったな。どうやらギリギリといったところか。その注射後をよこせ、すぐに助けてやるから待ってな。オッケー、西。ちなみにこういう場合ってどこに打てばいいんだい。どこでもいい。筋肉、静脈、皮膚、かわした、どうでもいいよ。よく行け。とりあえず撃っちゃえ。間に合わなかったら坊主に殺されるぞ。おう、間に合ったんだな。戻ったのかこれ。うわ、暴れ出した。野上、薬が効いているのかもしれん、押さえつけろ。坊主、俺のバッグから調整剤持ってこい。はい、頼むぞ。戻ってくれ。暴れんなっつーに、こいつ。いでー、ボズ、足を押さえつけろ。西、腕を押さえろ。俺は頭を。ふん、瀬田さん、落ち着いてー。頼む、落ち着いてくれ。あ、落ち着いたか。もうさ、撃った方が早いんじゃね。バカか、お前、ぶん殴るぞ。俺もそう思ってきたよ。思うなよ、お前は。なんとかなったのか。あれ？おぉ、ワクチンは本当にあったのか。ここは初の展開じゃない？ゾンビワクチンがあるっていうの。セナさん！のび太くん。感動の再会だ。のび太くんなの？
どうなることかと思ったけど、病院でワクチンを見つけたんだ。聞いてよか。わ、セナさん、怖かった、すっごく怖かったの。やめろ、ちょっとラブ展開やめて。セナさん、うん、もう大丈夫だからね。おい、静香ちゃんというものがありながらいいのか。ちょっとタバコでも吸ってくる。おい、空気読むな。音もしますでんしたの。やめろ、その空気読んだ親友感出すのやめろ。なんか報われないよな、俺ら。そう言うなよ。人一人の命は救えたんだぜ。坊主にゃ、この後お楽しみタイムでもあるかもしれないけどさ。そんな年でもなさそうだ。そうだぞ、小学生だぞ。ある18だろ、そんな。見たところまだ小学生だろ。いくら最近のガキが早いったって。え？え、より好みしなければ、そこら中にカミカミしたい女の子がいっぱいいるぜ。やめろ。お前、人間としての心忘れるな、ローナミー。やめてくれ。そんな趣味はねえよ。だいたい、カミカミどころのレベルじゃないだろ。ま、今日一日は久しぶりに、穏やかな気分で夜を迎えられそうだな。この過酷な世界でか。俺は別の部屋にバリケードを張って寝るよ。ちょ、おま。一人じゃ心細いから音もしますぜ。石殿。その音もしますぜをこれ口癖にしたいのかな。あんまかっこよくないけど。